ボルデマール・ポールセンはデンマークの技術者。1898年に次期針金録音機を発明したことで知られる。ポールゼンのアメリカでの次期針金録音機の特許1898年に自身の発明したテレグラフォンで次期記録の原理を明らかにした。次期針金録音機もその後継である次期テープ録音機も磁性媒体を記録ヘッド上を通過させるという原理は 同じである。録音すべき音を電気信号に変換し、それを録音ヘッドに供給すると、磁性媒体の磁化パターンがその信号に合わせて変化する。再生ヘッドは、針金やテープの磁場の変化を検出し、それを電気信号に変換する。ポール線は、テレグラフォンの特許を1898年に取得し、助手のペーダーオーペラル線と共に、鋼鉄製の針金、テープ、 ディスクなどを媒体とした磁気録音機を開発した。これらの機器には増幅回路がなかったが、記録された信号は十分強く、ヘッドホンで聞くこともできるし、電話線で送信することもできた。1900年のパリの万国博覧会で、ポール線は皇帝フランツヨーゼフ一世の声を録音する機会に恵まれ、これが現存する最古の磁気録音となっている。 ポールセンは1908年、アークコンバーターを開発し、ポールセンアーク送信機と名付けた。この技術は、真空管が普及する以前には、無線通信でよく使われた。1969年、ポールセンの栄誉を記念して、デンマークの切手の肖像に採用された。ありがとうございます。